江藤新平、江藤新平、江藤新平、天保五年二月九日、1834年3月18日、明治七年、1874年4月13日は、幕末から、明治時代の日本の武士、佐賀藩士、政治家。陽名は、常太郎、又蔵、意味縄種を、種風友、とも、は、南次郎。阿村としての正式な名乗りは、 平イラの種を、維新の実決、佐賀の七賢人の一人に挙げられる。非禅国佐賀軍八戸村、現在の佐賀県佐賀市八戸で、佐賀藩市の江藤を種てると、妻、朝子の間に長男として生まれる。江藤氏は、非前を義軍春家保の児童で、九州千葉市の園祖である、千葉津根種の末裔を称た。父は、手きりという身分の下級武士であったとされる。 1848年に、半校の行動館へ入学し、内政、初等中等家庭は、成績優秀で学費の一部を緩急されたが、父が、職務怠慢の都賀により、軍滅契約を解職、英知居の処分となったため生活は困窮し、外政家庭に進学せずに、行動館教授で、儒学、国学者であった江田吉上妃の私塾に学び、神道や尊能思想に影響される。 この頃新兵は急防生活を強がって、陣地は空腹よりいずれを口癖にしたという。海江三年、1850年に江田義上妃が、偽牲同盟を結成すると、大隈重信、添島種臣、大北加藤、東吉武らと共に参加した。江戸時代後期の外国船の日本近海への出没や、アメリカのペリー艦隊やロシアのプチャーチン艦隊などが来航して、 通称を求めるなどの時世の影響を受け、安政3年、1856年、22歳の時に、開国の必要性を説いた図解作を執筆し、後に政府に徴用される。安政4年、1857年に、江口千代子と結婚。藩の様式法術、貿易関係の役職を務める。文久2年、1862年に落版し、 京都で活動し、長州藩士の桂小五郎、を、木戸高義や、公家の姉が工事工事らと接触する。2ヶ月ほどで帰京し通常脱藩は死罪であったが、江藤の見識を高く評価した、鍋島直政の直接裁断により、栄秩挙、無期謹慎に罪を軽減されたとされる。秩挙後は寺小屋師匠などを務め、同志との密かな交流や幕府による、長州征伐、幕長戦争で、 出兵問題では、鍋島直政への権限を行うなど、政治的活動は続けている。十五代将軍、徳川義信が、大政奉還を行って幕府が消滅した、慶応三年、1867年の12月に、新兵は、湿気を解除され、軍滅家として復帰する。薩摩藩と長州藩は、久下の岩倉ともみと結び、慶応三年12月9日、 1868年1月3日、王政復古の大号令を行い、新政府が誕生すると、佐賀藩も参加し、新兵は、添島種臣と共に、京都に派遣される。母親戦争で、江藤は、東西大総督府軍官に任命され、土佐藩士の小笠原忠八と共に、江戸井出札に向かう。薩摩藩の西郷隆盛と幕臣の勝海舟の会談で、 江戸会場が決定するや、江戸は、木内の文書類を接取する。さらに京都へ戻り、大北加藤と連名で、岩倉智美に対して、江戸を東京と解消すべきこと、東京天島を権限する。旧幕信羅を中心とする将棋隊が活動していた、問題では、大村松次郎らと共に討伐を主張し、軍艦として、上野戦争で戦い将棋隊勢を、関英寺周辺に追い詰め、 さらに、佐賀藩のアームストロング法を遠方射撃する、戦術などにより、将棋対話が破壊する。明治2年、1869年には、維新の功により、焦点六百国を賜っている。母親戦争が一段落した後、新政府が設置した江戸鎮台においては、長官の下の六人の藩事の一人として、会計局藩事に任命され、民政や会計、財政、 都市問題などを担当する。7月には、江藤の権限が通って、明治天皇が行行して、江戸は東京と解消される。明治3年、1870年1月には、佐賀に帰京して、着座、淳加郎に就任して、反省改革を行うが後に中央に呼び戻され、同年11月に大上官中弁となる。12月、虎の門で、 佐賀藩の卒族に襲撃されて負傷する。明治4年、1871年2月には、制度取り調べ専務として、国家機構の整備に従事し、大納言、岩倉智美に対して30項目の答申書を提出する。近代的な集権国家と市民平等を解き、国法会議や民法会議を主催して、三つくり臨床らと共に、民法典編纂に取り組む。江藤は、 フランス民法と書いてあるのを日本民法と書き直せばよい。語訳も妨げ、ただ早分けせよというほどフランスの法制度を高く評価し、不屈戦争でフランスが大敗し、フランスへの評価が日本で低くなるのを今しめ、以下のような監視を残している。文部、大輔、サイン副議長、司法省が設置されると、明治五年、1872年には、司法卿。 参議と数々の役職を歴任。その間に、学生の基礎固め、市民平等、警察制度整備など近代化政策を推進。特に司法制度の整備、司法職務訂正、裁判所建設、民法編纂国法編纂など、に功績を残す。政府内における急進的な民権論者であり、牛馬に物の返し弁を、キュームルの利なしとして、牛馬解放令ともばれた。 司法省たち第22号、将棋会法令、民衆に行政訴訟を認めた司法省たち第46号などが知られる。また、管理の汚職に厳しく、新政府で大きな力を持っていた長州罰の山形、有友が関わったされる山城屋事件、井上薫が関わったとされる長、沢道山事件らを激しく追及、予算をめぐる対立も絡み二人を一時的に辞職に追い込んだ。 だが、その一方で、英仏を反とする、西欧的な三権分立の導入を進める英党に、対して、行政権イコール司法権と考える、伝統的な政治的価値観を持ち、プロイセン王国、後ドイツ帝国を反とする政府内の保派からは激しく、非難された。また急速な裁判所網の整備に、財政的な負担が追いつかず、大蔵省の井上薫との確執を招いた。 明治六年、1873年には、朝鮮出兵をめぐる、政官論問題から発展した政変で、西郷隆盛、板垣大輔、後藤昌二郎、添江島種臣と共に10月24日に下野。明治七年、1874年1月10日に、愛国高等を結成し1月12日に、民選議員設立憲白書に署名し、帰郷を決意する。 大熊、板垣、小藤らは、江藤が帰郷することは、大久保利道の十作に、勘、浜、流ものであることを看破し、異流の説得を試みる。しかし江藤はこれには全く耳を貸さず、1月13日に、千便で、九州へ向かう。江藤はすぐには、佐賀へ入らず2月2日、長崎の深堀に着き、しばらく様子を見ることになる。この一方、大久保は、 江藤の離教の知らせを知った1月13日には、佐賀討伐ための総帥として宮中に散大し、2月5日には、佐賀に対する追悼令を受けている。2月11日、江藤は佐賀へ入り、有国党の島吉武と会談を行い2月12日、佐賀青函島首領として擁立された。そして、政治的主張の全く異なる、この聖艦島と遊国島が共同して、 反乱を計画する。2月16日夜、有国島が武装放棄し士族反乱である佐賀の乱、佐賀戦争が勃発する。佐賀軍は県庁として使用されていた佐賀城に駐留する岩村高都の率いる熊本人大部隊反乱隊を攻撃、その約半数に損害を与えて遁走させた。大久保利市道の直出する東京。 大阪の鎮貸部隊が陸続と九州に到着すると、佐賀軍は、福岡との県境へ前進して、これら新手の政府軍部隊を迎え撃った。政府軍は、旭山方面へ、後静雄少将の部隊を、三瀬峠付近へは、山田秋吉少将の部隊を前進させた。旭山方面は激戦の末政府軍に突破されるが、三瀬峠方面では、終始、 佐賀軍が優勢に戦いを進め。また、旭山を突破した政府軍も佐賀県東部の中原付近で再び佐賀軍の激しい抵抗にあい、壊滅寸前まで追い込まれている。しかし、政府軍は司令官の後静を自らが先頭に立って死卒を大いに増し戦いかろうじて勝利する。この後もたで、境原で激戦が展開されるが政府軍の強力な火力の前に、 佐賀軍は敗走する。江藤は、青関島を解散して逃亡し、3月1日に、鹿児島うなぎ温泉の福村一左衛門方に、当時中の西郷流星に会い、薩摩氏族の旗揚げを行が断られた。続いて3月25日、高知の林雄三、片岡健吉の下を訪ね、武装放棄を解くが、いずれも入れられなかった。このため、 岩倉ともみの直接意見陳述を起として状況を試みる。しかしその途上、現在の高知県秋群東洋町館の裏付近で捕獲され、佐賀へ送還される。手配写真が出回っていたために速やかに捉えられたものだが、この写真手配制度は江藤自身が明治五年、百八十七年に確立したもので、皮肉にも制定者の江藤本人が否適用者、第一号となった。 四月八日、江藤は休設された佐賀裁判所で、司法省時代の部下であった河野戸鎌によって裁かれることとなった。河野は江藤を取り調べ、釈明の機会も十分に与えないまま死刑を宣告した。尋問に妻子戸鎌は江藤を同括したが、江藤から逆に、戸鎌、それが恩人に対する言葉か、と一括され、恐れをののき、それ以後自らは真理に加わらなかった。 4月13日に、河野により、除族の上、教師の刑を申し渡され、その日の夕方に、風刑場に置いて処刑された。判決を受けた時、裁判長、私はと言って反論しようとして立ち上がろうとしたが、それを止めようとした経理に縄を引かれ、転んだため、この姿に対して、気が動転し腰を抜かしたと、悪意ある釈を受けた。その後、江藤の首は、 加瀬川から4キロメートル離れた千人塚で教診された。この裁判について、巷では大久保が金千円で河野を買収して、江藤を葬ったという風評が立ったが、河野自身は晩年になって立憲会新党手の平ごとの無田口元学に自身の行動に関する弁明を試みている。時例は、明治22年、1889年、 第日本帝国憲法発布に伴う大社礼交付により俗名を説かれる。大正5年1916年4月11日造成4位。墓所は佐賀県佐賀市の本行寺。墓姫は書家としても知られる添島種臣が手がけた。同志の紙の公園には銅像もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。